今回インターンシップに参加したきっかけを教えてください。あ、はい、僕が通っている、バンタンゲームアカデミーで、MBA インターナショナルの面談に参加して、興味を持ったのがきっかけです。はい、ではインターンシップを始める前の、経験を教えてください。あ、はい、インターンシップを始める前は学校で、フォトショップとイラストレーターと 3DS Max を学んでいました。はい、ではインターンシップ中の内容を教えてください。はい、ゲームを、ゲームを、作り、いろいろ企画があり、ゲームを作りたいというのが前からあったので、なのでそういう、運動、大規模な運動会の企画というので一からちょっと やってみようと思い、その企画を選びました。具体的にはどういったことをやったんですか？具体的には、資料集めと、アップラナの人と話し合いながら資料を集めて、アイデアを出したりして、最後の方は絵を描いたのですが、なかなかやはり2週間という短い期間で、あまりパワーポイントとかも使ったことが初めてだったりしたので、ちょっと思ったよりうまくいかず悔やまれますが、この経験を挑戦しようという、失敗しても挑戦しようとしたのは良かったと思うので、この失敗を次に生かせたらいいと考えております。はい、じゃあ最後なんですけど、インターンシップを終えての感想を教えてください。さっき言った、先ほども同じようなことを、すいません、言ったのですが、ゲームを作れたのは、作ろうとしたのは良かったと思うのですが、思ったよりうまくいかなかったので、もうちょっと勉強して、止まらず少しずつでも成長していけたらと思っています。そういう気づきが、はい、っていう感じですね。はい、はい、わかりました。ありがとうございます。ありがとうございました。はい。